ジョージ・スティーブンスは、アメリカ合衆国の映画監督、映画プロデューサー、脚本家、撮影監督、アカデミー賞受賞者、映画芸術科学アカデミー会長。戦前はジャンルを問わない、商業映画で活躍したが、戦後は主にアメリカの家庭を舞台にした、重厚なドラマを撮り続けた。カリフォルニア州オークランド生まれ、1921年にアシスタントカメラマンとして、 映画入り、1927年、ハル・ローチの下で、極楽コンビコトローレルハーディの短編映画を出掛ける。1932年に、ユニバーサルで助監督に昇格し、後に RKO に移籍する。1933年に、念願の監督デビューを果たす。1935年、キャサリン・ヘプバーン主演の、 乙女めよう嘆くながアカデミー作品賞にノミネートされ、出世作となる。以降は、フレッド・アステアとジンジャー・ロジャースの名コンビを廃した、ウチョ時代、キャサリン・ヘプバーンとスペンサー・トレーシーが最初に共演した、女性ナンバーワン、ケイリー・グラント主演で、冒険活劇、ガンガ・ディニア、人情喜劇、愛のアルバムなどジャンルを問わず娯楽作を世に送り出し、いずれも大ヒットした。 また1942年の希望の降る街と1943年のザモアザメリアでアカデミー作品賞に連続でノミネートされた。戦前は娯楽映画を中心に撮ったが、第二次世界大戦中はアメリカ陸軍の映画班に所属して戦意紅用映画の制作に当たった。西部戦線では連合軍の進撃に随行し、 中でもダッハウ強制収容所では解放直後から現場の記録撮影に従事し、ニュルンベルク裁判ではそのフィルムで制作された映画が証拠として上映された。凄惨な戦争を実体験したことから戦後は人間の内面を描いた作風に変わる。1948年のママの思い出を皮切りに、1951年にジョセフ・フォンスタンバーグ監督の アメリカの悲劇のリメイク、日の当たる場所で、アメリカの上流社会を夢見る、若者の悲劇を描き、見事アカデミー監督賞を受賞。続いて1953年、西部劇の名作、シェーンで少年の視点を通して西部に生きる開拓者と、ガンマンの交流を描き出した。そして1955年、壮大な家族ドラマで、ジェームズ・ティーンの遺作となった、 ジャイアンツでその名声を決定的なものにした。本作では2度目のアカデミー監督賞を受賞、アメリカの家庭劇を中心に描いたことから、ドメスティックリアリズムの巨匠と称された。映画作りに関しては常に完璧主義者で、その作風は一つ一つのシーンやショットに、画面の美しさと伏線的な効果を求めたために、納得するまで何度もテイクを重ねることになり、ある時には、 ワンシーンを撮るのに数ヶ月かかることがあったという。そのため、会社上総部とは常に険悪な仲だったという。1959年に初めてシネマスコープを採用して、アンネの日記を発表。しかし5年の歳月をかけて制作した1965年の偉大な生涯の物語以降は目立った活動はしていない。1970年には、 ベルリン映画祭で審査委員長を務めたが、1966年にベトナムで起こった米兵士による少女レープ殺害事件をもとにしたミヒャイル・ヘルフォーファンの精読作品オーケーのボーイコットを提案し、その結果全審査員が辞任。小選定も行われないという混乱をもたらした。1975年、カリフォルニア州ランカスターで心臓発作で亡くなった。 1958年から1959年にかけて映画芸術科学アカデミーの会長を務める。息子のジョージ・スティーブンス・ジュニアはアメリカ映画協会の代表職を長年務め、アメリカ映画の保存と更新の育成に尽力した。ありがとうございます。